皆さんこんにちは。こんにちは、アパクストアのバイヤーでございます。今日はですね、今日は何を世界から仕入れてきたんだい。世界からですね、父の日向けのグッズかなと思って持ってきました。びっくりした、一瞬ちょっとびっくりした。父の日ね、父の日ですね、はい、一瞬びっくりした。何を言い出すのかとちょっと一瞬、はい、0コンマ何秒かはちょっと一瞬ディフェンスをしてしまったよ。父、びっくりした。はい、こちらです。おー、はい、ビールアワーコールドという製品ですね。皆さんどうでしょうか、お父さんへのプレゼントに。こちら缶ビールを生ビールのように注ぎ冷たさキープ。はい、早速重い、結構ずっしりしてる。はい、中身が詰まっておりますが、内容物はこんな感じ。これの中にそれが入ってる。はい、はい、これが、ビールを泡立てるための機械で、ここにですねレバーがあるので、それを押すと、お、この先っぽの中に、羽みたいなものが入っていて、回ってる、回ってるんですよ。動画では多分見えないけど、ここの細かい小さい羽がクルクルって回ってる。これでビールを泡立てると。あれですね、泡が好きだっていう人に、まあ、ふわっとしたというかクリーミーな泡を立ててくれるんですね。でもう一つのこのパーツが、今ちょうど凍ってるんだ。これそう、冷たい、冷凍庫から取り出した中身が氷だ。はい、なので、これをつけておくとビールがぬるくならないと。ええ話やん。はい、じゃあそんなわけで舘さん、はい、あのビールがあります。おお、では早速、この先ほどの、冷やした氷のパーツですねを装着しましょう。お願いします。ググッと差し込む。やっぱりね、冷えてるビールがいいよ、冷えてるビールが。そうです。で、そこに村さん、ビールとかよく飲むんですかとかたまに聞かれますけどもね、まあ比較的飲む方でございます。なるほど、はい、今会社の冷蔵庫にもビール入ってます。はい、スーパードライの缶を開けました。はい、開けた。で、上のところにカポッと取り付けた、レバーを押して固める。おー、そうするとこんな感じでセットアップが完了いたしました。で、これが凍ってるからゆっくり飲んでもあれだ。そうなんですよ、生ぬるくなることがない。はいはいはい。で、まずは、レバーを引かずに、普通についてみましょう。あー、いいねいいねいいね。こんな感じですね。いいルックスだ、いいルックスだ、はい、うん、普通のビール。で、これに、泡をどんどん出してみましょうということで、このレバーを回しながらついでみましょう。もうね、コップもちょっとこだわりたい勢いだね。そうですね、本当は本当はね、うん、いきますよ。こんな感じでジョボジョボっと、おお、出てくるものが全部泡になっていてですね、泡だ泡です。どうですか、こんな感じで泡がいっぱい立つよという。すげえ泡だ。これは相当な高さからジャバジャバジャバって継がないと。そうですね、立たない泡だ。こんな感じでふわっとした泡が出せています。へー、もちろん好みでもありますが、このね、泡のジュワッとした感じというかふわっとした感じが好きだよっていう人にはこれでついであげると喜ばれるんじゃないかなという製品。いいじゃないですか。で、私ちょいちょい今これ横目で箱見てたら、はい、このベースの支えるところ伸びて500にも対応してるらしいですよ。はい、ロング缶にも取り付けることが可能ですね。やっぱり氷でいつまでも冷たいということを考えれば500缶がいいですよね。そうですね、500缶がのんびり飲むときの。皆さんどうですか、せっかくの美味しいビールの比率は泡と飲み物の部分が7対3、黄金比率7対3、トライを。おお、まずは普通にこう注ぐのですね。普通そのとこで、泡を立てるときはこちらのレバーですね。ここ、おお、そういうことか。いいじゃないですか、舘さん。こんな感じでふわっとした泡が出ました。こういう撮影はさ、こんな昼間じゃなくてさ夜にやろうよ。夜、確かに夜にやればこれそのまま飲みながら仕事すればいいじゃないの、この後。あの、取っといて夜になったら飲みます。冷蔵庫で入れとこう。冷蔵庫入れて、もったいない。サララップして、まだね、あの、はい、ほら窓の外、窓の色見たらほら、この、そうですね、この輝かしい。現在時刻は3時40分。さすがにこの時間から飲むわけにはな、ですね、いかんからな自粛するわ、自粛というわけで、父のプレゼントなどに皆さんぜひお買い求めください。はい、アップバンクストアでチェックしてみてください。バイヤーセレクト、バイヤー。父の日はちなみに何日？舘さん、父の日ってずっと言ってて、何日よ父の日。
6月の第3日曜日またふわっときたな、ふわっと。6月の第3日曜日15日、6月15日、はい、今助け船が来たよ、映画さんから。ありがとうございます。6月の15日に向けて皆さん今からチェック、あの父の直前だと売り切れてしまうかもしれない、ぜひ概要欄のリンクからどうぞ。はい、バイ。皆様ご視聴ありがとうございました。マックス村井チャンネル、チャンネル登録がお済みではない方はぜひともこちらのボタンから登録ください。スマホの方は概要欄にリンクがございますので、そちらからどうぞ登録をよろしくお願いいたします。そしてマックス村井アプリが iPhone 版 Android 版両方ございます。この YouTube チャンネルの動画だったりとか、私の日記が非常に見やすいものとなっておりますので、どうぞそちらもダウンロードください。リンクは同じく概要欄にございますので、そちらからどうぞダウンロードで